エニアグラムの動画を見て、はい、こんなコメントをいただいたんですね、はい、リナさんありがとうございます。エニアグラムタイプ8、はい、強さの裏にある脆さという動画のコメントでこんなのいただいたんですよ、はい、自分の親しい人がタイプ8で分かる分かると思うことがあり、はい、たくさん笑ったと、はい、で自分がタイプ9の自覚リナさん、はい、で一緒にいるようになってからその話し方とか、タイプ8の人の沸点の低さ、はい、はいはいはい、でトラブルが起こるときに断ち切る感じ、はい、ドンって、うん、っていうのに萎縮することが多少あったが、いつの頃からか、まあ、それ以上もうなんか意味がなくて、ただ彼はそれを出したいからやってるだけなんだろうな、はい、怖く聞こえるけど実はそうなんじゃないんだろうなっていうことに気づき、そのドーンってやることで何かを守っていたんだ、はい、っていう見方をすると気楽に構えられるようになったと、はい、すごいですね。僕まだ多分タイプ8がドーンってやってる時に、はい、はあ怖って、はい、僕多分思っちゃうんです、はい、でも彼女は違うんだっていう見方をしたと。でそんな中このタイプ8の動画を見ていろいろ腑に落ちたと。私からそのタイプ8の彼に対して、はい、あなたってこうよね、はい、っていうのはちょっと何て言うんでしょう、近い人からあなたってこうよねっていうのは、はい、痛くて受け取りづらいだろうなって感じたので、はい、一緒にこの動画見ようよ、はい、って言ったらいろいろうなずきながら見ちゃったと、はいはいはい、分かると、はい、っていうところで私は代弁してくれてありがとうという気持ちですと、はい、今じゃなんかさすが独裁者とか、はい、なんかあ俺は独裁者だもんなみたいなところでケラケラ笑い合ったり、はい、ネタにできるようになりましたと、はい、要はこれってメタ視点ですよね、はい、こういう ギラギラの、はい、はーって僕だけの世界じゃなくて、はい、若干メタ視点で見れるようになった、うん、タイプ8がですよ、まあ、2ですからね統合の方向が愛の人、はいはい、で感謝してますと、はい、ありがとうございます。こういう動画の使い方があったんですね、うん、はい、ただここで、まあ、僕の悪い癖なんですよね、はい、やっぱこの僕はタイプ6を自覚するものなんですけど、はい、やっぱなんか疑っちゃうんですよね。何を疑うんですか。素直に言うこと聞いてくれるやつって8かって、まあ、聞くんじゃないですか。相手による人間性、人間関係、あ、なるほど。タイプ8の人は身内、はい、味方、はい、でこの円の中に入った人には、はい、なんて言うんでしょう、健全度が高いと愛の人だと、はい、君が言うなら、はい、言うことを聞こうと、はい、お父様もそんな感じでした。まあ、聞く人のことは聞きますよ。母親のことは聞く。聞く。なるほど、はい、私が悪くございました。いつもの悪いところが出ました。はい、はい、ちなみに今日あのツイッター見ていたらですね、はい、この世の中ってタイプ4に生きづらい社会だなっていうツイートを見たんですね、はい、で僕は昨日の動画を撮り終えた時、はい、あと、はい、要は全体性があなただよ、はい、アーキタイプ1個だけがあなたじゃないよ、はい、っていうのを見ていたので、はい、結局エニアグラムでも、はい、あれ言ってるのってタイプ4があなたじゃないよって話ですよね。違う、タイプ4、はい、なんて言うんでしょう、僕がそのツイートを見て思ったのは、はい、なんかそのタイプ4のとこだけをギュッて掴んで、はい、アーキタイプでいうところの孤児、はい、のようにですね、はい、生きづらい、はい、って言ってるように見えたんですね、はい、でエニアグラムもそうなんですけど全部持ってるよって話じゃないですか、はい、まあ、手放しましょうですからね。で、あなたの全体性を生かしましょうがアーキタイプだとすると、はい、エニアグラムも多分そういう話ですよね。エニアグラムはこうギュッて握ってる囚われの話ですよね。私はこうだって思ってるわけですよね。でそれを手放せって話ですよね、はい、で全部持ってるよって話じゃないですか、はい、
エニアグラムって、はい、でなんかあよく MBTI とかでもなんかその INTP だからとか、はい、INFJ だからみたいな、はい、ツイートってよく見るなと思うんですけど、はい、それって多分 MBTI とかが言いたい話じゃないですよね。はい、あなたはそういう人間だっていう話じゃないですよね、はい、これってどう伝わるんですかね。違う違うって、まあ、僕もできてるとは思ってませんが、はい、なんかしょうがないのか。このエニアグラムで言えば、エニアグラムで言えば握り続ければどのタイプも生きづらいと思うんですよ、はい、どんどん強くしていく、握るのをどんどん強くしていけばしていくほど、はい、生きづらくなると思うんですよ。6なんか不安ですよね動けなくなりますよ、はい、みたいな話ですよね。タイプ3は成功じゃないですか。成功を握れば握るほど誰もいなくな周りに誰もいなくなりますよ、はい、なのでみたいなのがエニアグラムですよね、はい、でこのアーキタイプでもこの幼子とかそれぞれのやつをやっていくと、はい、そういうなんて言うんでしょう、レベルとか、はい、そういったものが出てくるようです、はいはい。まあ、タイプ論エニアグラムだけじゃなくて、はい、いろいろやっておりますので、何のために我々動画やってるんでしたっけ何のために、あ、分かった、あ、はい、そうそう、あの幸せを哲学するためなんです、はい、発端は、はいはい、やってる人間がすごい迷ってるんですけどね、はい、人生はジャーニーですから、はいはい、結局自分の城を見つけてそこにいてもまた旅が始まりますからね、はいはい、幸せを哲学しておりますと、